アキリアヌス族は、通性嫌気性、高熱抗酸性のクレンコ細菌である。陸上の温泉、噴気口から分離される。代謝や、増殖条件は種によって少しずつ異なるが、共通する性質として、やや不規則な形の球菌で、強い酸性と比較的高い温度を好み、高気条件で用を酸化して増殖できる。同家のスルフォラバスとよく似た、コ細菌である。ただし、 スルフォラバスが後期的にしか増殖できないのに対し、アシジアヌスは水素を異様で還元することによって、嫌気的にも増殖できる点で異なっている。また、大半の種は運動性を持っていない。1、2、3。基本的には洋、または硫化物、第一鉄を後期条件下酸化するか、水素を異様で還元し、いずれの条件でも二酸化炭素を、 唯一の炭素源とする変性、化学合成独立栄養生物である。A ブライアーリのみ、後期条件ではペプチドをエネルギー源並びに炭素源として利用し、従属的にも増殖することもできる、通性独立栄養生物となっている。増殖 PH は、おおむね1から3程度で、最も低い PH で増殖できるのは、A スルフィディボロンズの0.35である。 これはクレンコ細菌として最低となっている。増殖温度は A ブライアーリが45から75度と比較的低いが A インファーナスは85摂氏96度とこの目としてはかなり高い。なお、後期条件で培養したものと嫌気条件で培養したものでは菌体の色や保存可能期間が異なるなど性質に違いが出ることが知られている。2、3。 ありがとうございます。